お疲れチャンスラットです。今日はですね、現環境勝率1位メガナイトディガー、はい、やっていきたいと思います。さあこちらメガディガーなんですけども、なんとね、ウォールブレーカーとかスケバレが入ってないっていう、まあ、ちょっとね、まあ、レアな形にはなりますが、今はこれが杖らしいので、はい、やっていきます。でギャングになりましたね、そのウォールブレーカーとかがよく入ってる枠に。でまあギャングになったことによって、まあ、何がいいかってなると、まあ、攻めてはちょっとこう落ちたのかな、まあ、どうなんだろう、まあ、結局そのウォールブレイカーいなくてもメガナイトプリンス、まあ、メガナイトアチャクイ、ディガー、まあ、削れるカード、まあ、攻めになるカードっていうのはいっぱいいるので、まあその分ね、ギャングで、まあ、空、まあ、わずかながらあの空へ対応できるヤリゴブディンだとか、まあ、陸受けだとか、まあ、スケラ受けだとか、まあ、なんか全体的に多分ギャングの方が多分戦える要素がね増えたのかなっていうので、さあこのねギャング型で初戦ハネハネさんやないか、さあよろしくやっていきたいと思います。まあ相手がね、そのメガナイトプリンスとかにギャングとか、ギャングじゃないウッドとかザップとか使ったら、まあ、ギャング追加とかコウモリ追加とかも結構刺さるんで、まあ相手の出方をね見ながらやっていけたらなと思います。で僕あのハネハネさんのデッキを最近見たので、ライトニング入ってたんで圧着めっちゃ高めで出していきます。はい、低めに出してもライト打たれるだけなんで、多分です変わってるかもしれないんですけど、ライトニングキョスケの今ゴブリンバレル飛んできたっすよねっていう感じですね。対空このコウモリとかに何で対応してくるかっすよね。ああマスメキいたっすね。さあまあ、マザネクが僕からしたら厄介かな。キョスケバレルでマザネクで、いやロイとかはね多分ないと思いたいっすね。ロイやったらさすがにきつい、多分ロイないと思うんすね。ライト、うん、まあまあこれはゴーストで受けるしかないですね。まあ何でもいい、小物でもいいんですけど、一発あー着衣の衝撃早すぎ。さあハンターマザネクっすね、対空の枠が、うん、でトリトンと、まあ小物はちょっとあんま高めには出せないですよね僕は。さあまあケツメガしちゃっていいか。さあキョスケ、うん、豚が入ってるっすねめっちゃ。まあ踏む、対応する、まあザップ打てないですね。マザネク、マザネク厄介ですねちょっと。うん、プリンスが、いやー結構入ってくれるな、でかい。ゴブリンバレリアっすね。うーん、さあ一回防衛に回ってくる、多分ライトだと思ってんすけど、マザネクさえ突破すればワンチャン追ってほしい。にゅっ、
さあこれは決まりましたね。まあプリンスの受けがちょっときつそうだったのと、あとはこのコウモリギャングもまあマザネクが嫌ですけど、逆にそのマザネクさえ警戒してしまえば多分僕のあの突破できないというか、そうですね、ゴブリンバレルしか多分攻め手がなかったので、呪文も嫌なみとかなかったので多分ライトでしたね。まあ低めのねギャングコウモリが最強でしたね。さあよろしく墓石グッドゲーム。ああ墓石ザッパーもラバルっすねしかないと思います。さあでラバルの、まあ、墓石のザップなんで、いやー来そうでしたよね今ちょっと。ギャングがね相手はちょっときついと思うんですよ。まあ墓石バルキリーだったらあれですけど、墓石なんだババとかだったらね結構ギャングとかはきついと思うんですけど、うん、さあまあここはちょっとね僕の攻めも匂わして防衛させたいっすよね。さあ墓石もスケドラも嫌です。墓石もスケドラも嫌なので、まあどうだこれ結構怪しい香りしてんの。せめてペースを握りたいっすね。さあまあこのコウモリは生かしたいっすね。見たいそれ。消えろ。さあ、リカない。このやりゴブに価値がある。リクがねえぞこれ。ゲゲゲゲゲゲ。さあケツババセパなどしているので、さあその隙にメガナイトジャンプ GG。 まあラバルのこの墓石つけたら多分ちょっときついと思うんですね。まあギャングの槍とかね、あの結構大事にするとなんか意外となんとかなります。さあこのディアドリーみたいな人は神技的な、なんかリクデッキをよく使ってるイメージがありましたね。さあその通りコショコバってことは、はしまいマジアチュ貫き、さすがにこれにしてこないか。ああそうそう、えなんか事故ってんしかも。メガネとめっちゃ歩くやん。いやマジで俺のプリンス弱っ。ちょっと待って、びっくりしたんですけど今、あんな弱いプリンスあんまいないっすよ。さあタルババ使ったんで安心安全ギャングっすね。安心安全なはずなんですけど、タルザップっすね、ちょっと珍しい。さあこれコウモリも生かしていきたい。エレキか。ザップっといてもよかったっすね。
さあタルザップの古城ババエリーババヒースピが入ってないですね。ヒースピの枠を呪文にしてまあ小物系に強くしたって感じですね。まあ同歳一生いもって多分相手突破できないと思うんですよね。僕のこれもう最初のマジエチェでしか。いやーこの工場防衛マジ強えな。いやーザップで解けてほしかった。うんあんま攻めたくないですね。さあでもこれは結構いい形。うん、さあ耐えました。危ない。マジアチェでもうワン貫きされてくるとちょっと怖いんですけど、一旦ダメージほぼトントンなので最後ディガーとザップで削り逃げしたいですね。あの工場は始めマジアチェちょっと狙ってると思うんで、うん来ないのやっすね。プリンスお前跳ねとる場合しちゃう。バカ言ってる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 。おお無視した無視した。でかでかでか。ええなんでなんで勝った。危ねえマジでなんで勝ったんっていう感じっすね。ねなんかたまたま小森ギャングラッキーでした。さあカッキーさんよろしく。まあこのデッキは基本的にまあ枯渇とかが嫌かな。なんでまあそういうのじゃなければプリンとか吹き矢とかね、やっぱロケットロシとかなんかいるとね大変になってくるっすよね。まあ高回転でそういうのが回っちゃうと良くないです。さあこれうーん好きか。これウォールブレーカーですね。あとてかあったな出てきとったらさっきドヤ顔でウォールブレーカーあるっすねっつって。おアチャビってボスにあれ勝てないんすね。勝てると思ってさ
めっちゃ無視してたのに消えればよかった。さあ高回転ドリルウェブっすね。あのボムタワーともう一個ボムタワートルネのマジュチュ合水のスケで平均コスト2級だっけ。なんかめっちゃ速いっすよね。違ったらもう知らん。リックブッパーっすね。マジのキング起動できねえなこのデッキ。さあまあ一ついいとことしてはプリンスがウォールブレーカーワンパンできるんですよ。だから普通にウォールブレーカー来た時に出してあげるだけでいいんで、まあ最後困ったらメガナイトでも踏めるしっていう部分では結構立ち回りやすいかも。あ、着衣のクロークもったいないんで、あとプリンスギガ、まあ好きがね強いね。さあコウモリが入る。いやーいいウォールブレイク追加や。怒りちもとっすね。マジでチート。やば。耐えたっす。危ねえ。さすがに。おいさあ。マジアチャ取るね。マジでね。ワンパンされるんで危ないっすねあれ。ヒヤヒヤしちゃう。さあよろしく。キングジャイアンみたいな人。どうする？さあ相手は工場バッバー。いやケツ工場してくれるのこれ美味しいですね。うん、なんならユニットめっちゃたまるぞ。あーギャングおー、なんだこれは。やばそうなデッキが来ましたね。補助バーバーが、まあ、今ザップ使ったんでコウモリまで行っちゃう。あーさあ着衣がめちゃ消えれた。熱い。さあジャイガゴムレギャングコウモリ。あーなんか嫌っすね。小物いっぱいデッキ来ちゃったっすね。まあでもアチャクイが結局強いんで、まあ、ガゴムレっすね僕のマックス字は。まあでも今までのガゴムレはマジめちゃくちゃきつかったんですけど、あのウォールブレーカーがねギャングになったことによって対空が1枚増えてるんで僕はっていうポジティブな考えでいくと、そしてギャング使ったぞ。スケルトン部隊ないこと祈ろう。あ、え？ジャイ30種もしかして。さあこのヤリゴブリンが
うわマジで、ああエリポン壊したのでかい、マジでエリポン壊してダメージも取れて、さあ神、問題はジャイ三重子なのでゴレか、うわギャング最強っすねマジ、ゴーストだってこのまま、おお、いいやつやな、さあ来たっすねジャイアン、おい、さあ着衣が場に残ってて、ザップが回ってくるのが早かった。メス。さあということでこちらメガナイトディガー、皆さんもやってみてください。ちゃんと声がお願いします。では大塚ちゃんです。また。